の場面、そして今度は右手の方をご覧いただくと、これが希望の門ですけれども、愛の門ですけれども、右手の一番脇のところでは大工としてまだ布教する前に、その大工として働いたキリストの場面、キリストの姿と、その脇にはホセとマリア様が子供の時に説教するキリストの場面、そして上のところにはキリストの洗礼、これなどがこちらの方に、そして4つの塔の中で左手の方に天使、左手にある人物がベルナベウ、これがベルナベウの左手の最も最初に聖カトリック教会のできた場所、そしてその脇にシモン、上のところです、ちょうど真ん中ぐらいのところに色が黒ずんでもありますけど、左手にあるのがそれぞれ4人の十二使徒のうちの4人の、まず左手がベルナベウ、そしてその後シモン、そしてユダと、そしてマルコ、マタイが右手の方に、ちょうど塔の中間のところに出てまいります。そして一番上にあります、糸杉で作られた森は信仰教会をシンボルするもの、そして信者たちの姿が鳩で現れてまいります。その意味ではまさに石で書かれた、石で作られた聖書と言われるように、新約聖書の中に出てまいりますキリストの誕生にちなむ場面がそれぞれ出ると同時に、あとは下の方をご覧いただくと、ガチョウとか馬、豚、それからあと2つの柱を支える場所は亀が、リクガメとウミガメが出てきます。終止局的な救済をシンボルするものと言われる亀は、けど右手の方がウミガメとリクガメがその柱を支えるイメージですね。亀が2つ、2と亀が、これか、そしてこちらの方ではこの牧者のその宿泊を祝福をする場面などもいろいろな、この包丁をはじめとして今の締め帳とかいろんな鳥が出てきたり、そういう意味での自然が随分こちらの方に対応されてまいります。お、すごいな。へえ、こうやってんの。いや、本当に良かったですよ。この、ね、2年前まで来た人は本当に工事現場を見るだけという感じで、気をつけてください、足場気をつけてくださいという、足場しか見なくて天井見たって何もなかったんですけども、ローマ法が来た。すごい。ローマ法はやっぱり絶対的な神の大事ですから、ローマ法が来るのでステンドグラスなども全部ができませんでしたから、一部はまだ透明ガラスが入ってますけれども、徐々にこのゴスイメージですね、プラトラスの木のイメージがこちら、そして基本的には斜めでこの建物全体を支えているのでは非常に安心なというか、建築的には非常に革命的な構造にもなるわけですけれども、イメージとしての柱は例えば途中までが細い筋がありますけれども、その節があるところからさらに倍に柱の筋を倍にしてねじるようにして順番にまた上に分けて、そして天井を支える状態になってまいります。そして上にあるのが4つの福音信者ですね。マルコ、マタイ、そしてヨハン、そしてあとはルカ、これが4人のそれぞれ牛、牛、ライオンをシンボルして、やはりベネチアに変わるとライオンがその、ベネチア の、そのシンボルですけども、マルコ、サンマルコがライオンになります。そして全てがその天に昇るシンボルから羽をつけた状態で4人の福音主義者が、そして同時にこの塔自体は12の使徒、12使徒と同時にあと4人の、その4人の福音主義者を表す塔がまた真ん中に作られ、そして一番主のキリストが一番上にということで、一番高いところが170メートルですけど、全体には18の塔を持つ建築になるそうです。ただ先ほどご案内したように、ご聖誕の門が、ほぼ、40年50年をかけて完成するわけですけれども、非常に細部にも細かいいろいろな考え方が出てくるに比べると、やはりあくまでも彼が残した柱のものは図案としては
模型が一つだけ、まあ、いくつか残るだけでしたから、ですからもっとおそらく個性豊かなものが多分この柱に彼がもし生きてたら使われたことにはなるとは思うんですけども、まあでもそれはあくまでもあの後継者にとってはどこまでが彼の意思かということが難しいものですから、ですからある程度残したあの石膏の形をそのまま利用したものになります。一応あの窓は言うと言いますけど、10時に今あのカタルニアステンドグラスゴシックのあのステンドグラスを全部埋めたいと思います。彼はあのいろいろなあの機械を通じて、そしてスケッチを残しております。ただしその一つのスケッチはその後の後の時代にあの市民戦争の中で壊されてしまいましたので、ですから今ご覧いただいているのが御聖誕の門がこちら、あの大変高く見えますけれども、それでも4つの塔が98メーター、112メーターですけれども、その4つの門がまずこちらの御聖誕の門の4人の人、そして後ろにあるのが受難の門がこれからご覧いただくやはり4つ、そして正面の栄光の門ということで、全部で12の人が12の柱で、そして12の人はそれぞれキリストの代理者であるということから、指輪とそして王冠とあの杖と十字架をあの屋上にあの屋根の上のところにシンボルし、そして一番高い170メーターを持つものがキリスト、主のキリスト、そして4つの塔が 4人の木にあの使徒であり、そしてあとはマリア様をシンボルした柱などが使われる、あの作られることになります。まあ、これはあくまでも彼が残した模型に基づいて今工事を続けてまいります。ですからこれがもし、まあ、あと20年か30年後に完成すれば、まあ、本来彼が残したものは色彩などもあの指定したものですけれども、まあ、非常に、まあ、あの彼の夢がそのこちらの具体的に作られ、まあ、今徐々に進められるということになります。これが正面栄光の門になります。ただまだほとんど工事行っておりますから、まだまだですね。祭壇がそこですよ。ですからこの建て方、まず全体の敷地自体は110メーターと80メーターですから、まあサッカーグラウンドがすっぽり入るあの大きさですね。そして今中に入っていただいたこの建物の長さはこれは90メーター、そしてあの脇が60メーターの広さを持ちます。この工事が行われるようになったのはもう今からずいぶん前、あのちょうど明治維新の前、ここで言えば幕末の時代に1866年ですけども、その当時、まあ、新興地域としてこの場所あの産業革命の後に農村からいろいろな人が入ってまいりますと、今までは農村では教会を中心とした信仰の生活を人々が行っておりましたけれども、都会に入る中では生活に追われ、同時にまた新しい思想としての共産主義など、まあ、いろいろな思想が入る中では、教会がだんだんと人々が信仰の対象から離れてまいります。それを憂いた一人の、まあ、こちらの書籍を、あの書籍書、本屋さんをやっております。まああの女性、僕はジュニアと呼ばれるあの人が、まあ、改めて自分あのここに住む人たちの信仰の場所であり、そこでは学校教育も行い、公園もあり、そしてまた豊かな生活ができるように、まあ、人々がもう一度また信仰の生活に戻るようにということで、そのために一つの信仰団体を作りますのが聖ヨセフの信仰団体と呼ばれるもので、まあ、これは彼自身 の寄付だけでなく、その考え方に共賛する人たちのお金を集めて作るということで、あくまでも個人的なレベルで教会の計画を行ってまいります。そのために工事自体はすぐに始めることはできず、ある程度あのお金が集まった時点、1882年ですから、もう明治もあの初めの頃ですけれども、その時に初めてその当時のこのほとんどあの新興住宅地でもあったこの場所に2ヘクタールの敷地を買収し、そのうちの1ヘクタールを教会として、あと1つは学校、そしてまた公園として利用するように、そして工事にあたっては当初はその当時のバルセロナ大学建築学部のフランシスコ・
ビージャーと呼ばれる人に依頼をするわけですけれども、ただその教会の人たちと建築家の意見が工事が始まってからでそのくじがってまいりますので、その翌年1883年、その時から新進の建築家として、32歳を迎えておりましたアントニオ・ガウディが主任の建築家として選ばれます。そして彼はすぐにそのまま工事を続けるわけではなく、大幅に今まで作られたあの案を変えて、そして彼自身のその教会に対する考え方を取り入れて、その工事が始まあの工事を行うようになりますので、工事が行われたのはその後しばらく経ってから、そして最初にご覧いただいた御聖誕の門が完成するのが1930年、そしてその後しばらく戦争の影響などもあって中断し、そしてその後これからご覧いただく受難の門が、受難の門が工事が行われるようになったのが1940年代から、そして1980年代に一応の完成をまず見、そしてその後引き続き工事が行われておりましたけれども、ローマ法王がお見えになるということで、そのまま工事が一挙に進められ、そして先ほどご覧いただいた風化した石などは、ガウディ自身がやはりこの気候にふさわしく、そしてこの風土にも強いということで、最初に登っていただいたモンジュクの仕切り場から出た石を。こう来て、ここは公園の向かい側です。あれ、なんかどこかで見たような風景が、サグラダ・ファミリアじゃない、綺麗ですね。あと池に映ったサグラダ・ファミリア、わあ、いい天気だ、わあ、素晴らしい。いやー、そうそうそう。